この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああな、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういうふうにも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。あ、キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。のう、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう、気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京も、名前は？桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかはわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って仇に喧嘩うのが大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のママと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ、少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。
この辺りでええじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねえ。なんじゃと。このわしが。気が済んだか。踊りゃ何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ素人にだってやられる。待てや、こら。わしは広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃすまんど。さっさと東京にいねえ。ああ、お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、桐生さんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥って名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それより桐生さん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だと、もう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった。ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん、飯野くん。水軍アパートなんだけど、少しの間、牛のお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの、飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まって行ってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて、手入れもされていないし、ただ、布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったら、また飲みに来て。ハルトくんにも会いたいし。親切なんだな。ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと勘定を払わせてもらう。お待ちしてます。シート、あんた桐生さんか？うん。
キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ、うちのアパートに泊まりたいんじゃろ。ああ、キリュウだ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ、取り入った。ふん、早よついてこいや。アパートはこっちじゃ。俺、あんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。ちゃけど、青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき、似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしと南雲とでキヨちゃんを取り寄った。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか。ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃあ南雲バカたりゃ極道なんぞなりよって、ガキンコらわしにどつき回されとったんで。大して強なかったくせに生きがるよって。のう、あんたキヨちゃんに優しゅうされたっちゅうて英気なんのや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。おれ、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも、じき見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での。漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てに、たくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中って名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカだれも陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭っちゅうとるが、五六人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの。ここはよそ者が長居する町じゃないと。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。